お主の力しかと見届けた。光の者よ、気づいておろう。人が抱えし闇は、すべては人が撒いたもの。ならば、その力をこの森のため、エオルゼアのために利口してみせよ。世との調和を求めるのなら、己で勝ち取ってみせよ。得意な存在であるお主ならば、それも叶おう。光によって闇を払い、人を正しき方向へ導くことが。さすがは光の戦士、万神ラムーの討伐、見事です。私もあなたの戦いを拝見してたどり着きましたよ。アシエンを完全消滅させる手がかりに。まずは戻りましょう。後ほど石の家にて報告いたします。冒険者殿、ご苦労様でした。先ほどソージャ島の者より報告を受けたところです。結果的に万神ラムーと刃を交えることになったとか。本当に無事で何よりでした。ラムーがそんなことを。人が持つ闇が新たな問題を生む。確かにそうなのかもしれません。カルテノー平原のアウトロー戦区、そしてウルダハを発端にエオルゼア全土に広がりを見せている難民問題。先の帝国との戦い以降、エオルゼアは統一どころか以前にも増して人の闇が表面化し、争い事が増えているように感じます。第七霊祭の復興が一段落し、人々は共通した目標を失いつつあるのです。だからこそ
人々の意志を一つにし、神聖したエオルゼアを生きていく必要がある。グランドカンパニーエオルゼア、人と人とは分かり合うことはできないのでしょうか。今回の件、グリダニアを代表して礼をします。暁の皆様にもよろしくお伝えください。あなたや暁の方々には迷惑をかけてばかりですね。この国を預かる者としてもっとしっかりしなくては。蛮神ラムーが収まったというのに、森に流れる嫌な風が消えないなんて。森の精霊たちよ、この地に何が起ころうとしているのです。みんな揃ったわね。ブリエンジェさん、お願いします。砂の家に現れた白き衣のアシエン、アシエン・エリディブス。彼の発言から、アシエンは不滅の存在、つまり不死であることが分かりました。あれから私とウリエンジェさんはアシエンを完全に消滅させる方法を探していたの。そしてついに影を狩る手がかりをつかんだのです。先の蛮神リヴァイアさんとの戦いで、サハギン族の長老が見せた不滅なる者への召喚、その際のエーテルの流れを測定していたヤシュトラ城の測定結果を確認いたしました。あの時肌に感じるくらいエーテルが震えていたわ。だからとっさに測定器をつけて調べていたのよ。そして今回
私は蛮神ラムーとの戦いを拝見いたしました。蛮神が散る際のエーテルの流れについて再確認していたのです。いい機会だわ。エーテルの流れをおさらいしましょう。私たちが生きている物質界で生命が死ぬと、通常その魂であるエーテルは砕け散り、エーテル界へと帰ります。そしてエーテル界にたゆたうエーテルが物質界に降り、新たな生命が誕生するの。命は散りて星の海へと帰る。これぞ神々が定めた命の断り。エーテルに満ちた聖界はこの世と重なり合い寄り添う世界。エーテルは巡り、命もまた巡る。だけど蛮神は例外。地に満ちたエーテルであるクリスタルを食らう蛮神は、その肉体までもがエーテルで構成されている。だから倒すことで肉体は砕け、そのエーテルは大地へと還元されていく。それでも魂だけはエーテル界に帰ると考えられているわ。信者の願いが神の魂を聖界より招き、クリスタルが神の肉体を作る。だけど不滅なるものはどちらの霊にも当てはまらない。確かにサハギン族の長老が提督に撃たれた時、一塊のエーテル界が漂い別のサハギン族に乗り移るのを確認したわ。肉の体持ちて死して知らぬ魂を持つ者。なるほど、それが不滅なるもの、サハギン族の長老のやったことか。では器がそばにない場合、魂はどうなるんだ？エーテル界に帰るということは死を意味するわ。だから不死である彼らの魂はエーテル界に帰っていないと考えられます。彼らは逃避する。暗き輝きの道を開きて聖界の渚へ。そう、つまりは物質界とエーテル界の狭間のような場所に退避しているのではないかということね。アシエンたちは闇のクリスタルを触媒にサンクレットに憑依していたわ。つまりこれが狭間へ至る門なのかもしれない。嫌な思い出だぜ、サンクレット。これが探求の旅路の果てにたどり着きし答え。サハギン族は不滅なるものになったものの、闇のクリスタルを持っていなかった。だからリバイアさんに食われたってわけね。そうか、だったらアシエンを倒した時に魂のエーテルを逃さず、リバヤさんのように吸い込んで捕獲してしまえば。ご名答、恐れ入ります。さすがヤシュトラ城、察しがいい。肉体失いし魂をエーテルの檻に捕らえ、エーテルの刃で砕く。さすればアシエンの魂も聖界に帰りましょう。
アシエンの魂を逃すことなく捕らえ、さらにそのエーテルを粉々に打ち砕く魔気なんて簡単には想像できないわ。でもきっと方法はあるはず。手がかりはつかんだもの、あとは実現に向けて進むだけよ。では私は早速これらの現象を人工的に起こすことができないか、シャーレアン本国の賢人と共に検討に入りましょう。ええ、よろしくお願いします。それとミーフィリア、バルデシオン委員会の件ですが、現在シャーレアン本国の調査団が現地に向かっています。直に連絡が来るでしょう。不安な気持ちはわかりますが、今は待つべき時。祈りとともにお待ちを。ありがとう、ウリエンジェさん。